ピップスターの本庄沙織です。今日は佐賀競馬場で開催する花吹雪賞の予想をお届けいたします。昨年も的中したレースなので2年連続的中を狙いたいと思います。それでは3連複フォーメーション1列目に選んだのが6番フークファンタジーです。佐賀若駒賞を2着に構想しており、 1800m 戦となる今回は頭争いできる馬と判断いたしました。鞍上にも山口勲騎手を予定しており、ケンタッキーグレイからこちらの馬に乗り換わった点からもベテルギウス賞の再来に期待して本命に選びました。続いて2列目3列目に選んだのがマイル以上で安定した成績を残しておる1番ケンタッキーグレイ、距離延長がハマれば面白い3番グラインドアウト、以上の2頭を選びました。最後3列目に選んだのが血統的にも距離適性は見込めるので巻き返しに期待の5番ロトプレシャス、重馬場での開催となれば一発ある7番ビーアライブ、カペラ賞4着の実績を評価して9番シーブレ、以上の3頭を追加した3連複フォーメーション7点ですね。的中を狙いたいと思います。競馬カフェでは土日に JRA の平場予想と平日に地方競馬の平場予想を配信しております。皆様のご来場お待ちしております。以上、本庄沙織でした。